はい、こんにちは、誠です。はい、こんにちは、大です。今日もですね、20代のキャリアアップや起業に向けてのキャリカレチャンネルやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日のお題お願いします。はい、今年から部下を持つようになりました。ネガティブな発言が多く、批判ばかりの部下に対してどのように接すればいいのでしょうか。アドバイスをもらえると嬉しいです。ネガティブが多くて批判ばかりの部下、大変だな。大変ですね。どうにかできるんだったらね。ね、どうにかできるんだったらあれだけどね、普通の一般の企業でってなったらね、確かにそれが部下だったらちょっとしんどいですね。なんとかするしかないもんね。僕だったら話しますね。別にそのままでもいいけど、そういう風な感じだったら会社持つの難しいよと。まあまあまあ、そうね。その、その子のためになんないもんね。そうだから、別にそのままでいるんだったら自由にしたらいいし、自分はアドバイスもしないけれども、その代わり自分でやるしかないし、ただ自分がそういう風にやってたら、もし部署を持ったとしてもそういう人たちばっかりになっちゃうよと。なのでどうするかしっかり考えてやってみたらとかっていう、まあまあまあ、そう、根本的な話を一回するかなと思いますね。そうでも、今の誠の話は、それは、まあ、うちの会社みたいに、その、まあ、必ずこうステップアップをしていくというか、キャリアアップしていくというか、それが前提というか、ね、そうですね、そういう会社の制度になってるし、そういうステップアップ、キャリアアップする意欲のある人が入ってくるっていう前提の話やんか。確かに確かに。だけど一般の企業だと、要は出世するつもりがない人がいるわけよね。確かに、でも会社が雇った人で自分が上司として認定されたら、なんとか、自分の部署に入ってきて当然その面倒見なきゃいけないで、しかもなんか売上目標とかなんかを達成、そいつらと組んでやんなきゃいけない状態に、そう、自分のその自分の部署の数字目標ももちろん超大変ですね。僕多分サラリーマン無理ですね。いやいや、お前ね、そういう理由じゃなくて、はい、入れない、入れない額がなさすぎて、額がどこを取ってくるの。そうそうそう、その今部下がどうこうとかじゃなくて、はい、そう、大丈夫、はい、入れないから。わかりました。マジで心配する必要ないから。そう、根本ですね。そうそうそう、ね、いやだから、やっぱりいわゆる世の中の上司っていう人たちは悩んでんだと思うよ。確かに、部下も上司を選べないけど、下手したら上司も部下を選べないからね。あ、確かにそうですよね。そんな中、大さんだったらどうしますか。いや、話すしかないでしょ。JTB 時代の上司とか部下はどうだったんですか。大手企業になればなるほど、部下を持つまでに何年もかかるから。実際何年ぐらいかかるもんね。自分より若いやつが入ってくるっていうのは1年経てばね、次の世代が、だけどそれは自分の部下ではないから。なるほど。後輩ではあるけど、そうで、自分の部下持つって当時だと7年8年、7年早くてね。あ、早くてだよ。仕事できる人が新入社員から7、8年してやっと自分の部署持って、チームが1人2人、自分の部下ができるっていう。いや、そうだよ、大きい企業。マジっすか。いや、だって40代で部下がいない人だっていっぱいいるよ。へえ。いるいる、全然。あ、そうなんですね。そう、うちの会社でいうと、まあ、いわゆるリーダーですよね。そうだね、そうだね。リーダーになるまで7、8年かかるっていうのが一般の大手企業ですか。そうだよ。まあ、最近は変わってると思うけど、もっと早くキャリアアップできるようになってる会社が多いとは思うけど、でも、でも、逆にみんながみんな出世できるわけでもなく、結構な割合の人たちは生涯通じて、部下持たないで、ひらひら社員なの。あ、そういう人もいるんですか。いるよ、そりゃ。そうなんですね。だからね、逆に言うと、自分より部下が年上の場合もあるし、ね、大変よ。なるほど、上司になったら上司になったら大変よ。大変そうだよ、話聞く感じ。なるほど。そんな大変な彼に大さんからちょっとアドバイスを。それは難しいよ。難しい。いやでもやっぱり話するしかないよね。話するしかないっていうか、俺たちが大切にしてるのは、まずは日本語で言ったら率先模範だけど、まあ、リードバイエグザンプルって言って、まずは自分が、まあ、行動結果で示すっていうのを、まあ、俺たちは大切にしてるじゃない。そうですね。ちゃんと自分がそれをした上で、やっぱりきちんと話もして、やり方も教えてあげて、できることはいろいろあるとは思うけど、
確かに。もしかしたら、うん、リスペクトされてないだけかもしれないです、ね、それだってもちろん。だからまずはリスペクトされる人になるっていうのが一個と、うん、でその上でしっかり話をして、うん、やっぱその人が多分やる気がないわけでもなかったりするじゃないですか、うんうん、でも自分から見たら違うだけの話であって、うんうん、なんでやっぱりまず相手を理解することから始めるですよね。あ、そうだね、はい、うん、でまず相手がどういうモチベーション、どういうのでこの仕事ついてるのかっていうのを聞いた上で、うん、ウィンウィンを提示しますね、うん、はい、で自分はこの立場的にもこうでこういう風にしていきたいし、うん、お互いにとっていいあれでやることによってシナジーを生み出す、うん、まあまあそうだね、そこじゃないですか、うん、まあそうだね、はい、うん、相手のことを理解するのがいいかもしれないね。うん、一回さ、俺さ、うん、自分より10個上の、うん、しかもかなり癖のある、かなり癖ありましたね。かなり癖のあるちゃくちゃったな。おじさんが僕の部下になった時があったんですよ。うんうん、で、最初はもう本当に言うこと聞かないし、うん、もう周りのスタッフに対しても悪影響ばっかりというか感じだったの本当に。うんうん、でも。やる気がないわけじゃなかったんで、うん、しっかり話した上で、うん、マラソンが好きで、それを誇りに思ってたんですよね、うん、マラソンを走ってるっていうことを。だから一回僕の方から今度一緒に皇居とか走るのがあれば一緒についてっていいですかって言って、ちょっと休みの日使って、うん、皇居の周り2周走ったんですよ一緒に、うんうんうん、でももうその日を境に超変わりました。へえ、そうなんですね。超こう相談乗ってくれるし、うん、こっちの言うことも聞いてくれるし、なるほど、そう、あれはでかかったですね、うん、だからやっぱりこうまずこっちがどうこうしようとするとかじゃなくて、うん、相手に寄り添うというか、うん、一回寄り添って相手の土俵にで行ってみるっていうのは、うん、すごく一つの手かもしれないなっていう。なるほど、確かに、うんうん、で、あともう一個は自分にも必ず自分の上司がいるはずなんで、うん、やっぱりこう自分一人で何とかしようとせずに、うん、困った部下がいたら自分の上司とも相談して協力しながら対応するっていうのが大切なのかなって。確かに、うん、まあ、うちで言うとちょっと変な言い方で三角マネジメントって言ったりするけど、はいはい、なんかそういうやり方もあるかなと思いますね、うんうん、確かにそうですよね。上司の人はそのマネジメントの仕方知ってたりするんで、うん、で教えてもらうことが自分のレベルアップにもつながりますよね。そうそれは確かにそうですね、うん、そう、うん、自分が上司だからって全部自分でやるんじゃなくて、うん、自分も、まあ、部下でもあるので上司に相談するっていうのは大切かもしれないですね、うん、そんなとこじゃないの。そうですね、うんうん。